葉について考えたいと思います。未来可能性という言葉を聞いて皆さんはどんなふうに、想像をどんな想像をしますか。まあ、未来はこれから起きるということですよね。で、可能性というのは、できることということだと思います。で、ここにいる皆さんに聞きたいんですけども、大人の皆さんも含めて、子供、まあ、人間は誰でも、誰かの子供だと思うんですけども、自分は誰かの子供じゃないという人はいますか。いないですよね。じゃあもう一回聞きます。未来、皆さんの中に未来はあるのか、それとも外にあるのか、どこに未来があると思いますか。で、これは私がですね、みんなが一人一人が誰かの子供であるならば全員が未来なんじゃないかと思うんですよね。だからみんな未来。じゃあもう一回子供たちに聞きます。大人になった時にどんな大人になりたいですか。それからどんな仕事がしたいですか。今想像してね、大人になった時のことを想像して、それはどんな色をしているんでしょうか。例えばどんな音楽が聞こえているんでしょうか。で、この色がいろんな色だったらいいなって思うんじゃないかと思うんですよ。私もそう思います。で、それはいろんな未来を選べるということだと思うんですね。それを未来可能性が大きいというふうに言うと僕は思っています。じゃあ未来可能性が大きいってどういうこと。もうちょっと考えてみると、例えば、豊かな自然環境が残っている、それから安心できる安全な社会で暮らすことができる。もう一つ、例えば平和も必要ですよね。そういう社会があって初めて未来可能性っていうのは大きくなるんじゃないかと僕は思っています。じゃあ逆に未来が選べない、大変そうだとしたらどうでしょうか。例えば色も灰色で音楽もあまり聞こえてこない、そういう社会だったら嫌ですよね。でも現実的に今日本の中にも未来可能性が低い、それから途上国にもたくさんやっぱりそういう現状って残念ながらあると思うんですよ。まあ、こんなことを考えるようになったきっかけっていうのが実はありまして、私に子供が生まれたことがです。で、これは子供の実際のうちの子の手なんですけども、よく見ると中指が立ってるんですね。非常に、まあ、元気でいいと思います。で、この子はですね、間違いなく私の未来なんですけれども、まあ、この子が生まれてやっと僕は自分がこうやって生まれてきたんだっていうことが分かったんですね。で、頭では分かってたけども絶対全然分かってなかった。で、この子がいつか大きくなってまた子供を産んだら、やっぱりこうやって人間って続いていくんだなっていうことが私は子供が生まれて初めて分かりました。皆さんも多分そういうふうに思うんじゃないかなって思います。で、この人間がずっと続いていくということはとっても感動的なことなんじゃないかなって思うんですね。で、この小さな小さな命をこう抱っこして僕は思いました。早いとこう自分がやりたいことやらないとまずいなっていうのが一つ目で、もう一つはこの子が生きていく世界はどうなっていくんだろうっていうふうなことを思いました。例えば僕は海外旅行に出かけて友達をたくさん作りました。この子たちは僕と同じように海外旅行に出かけることができるんだろうか。例えば僕は沖縄に行ってカヤック楽しく、マングローブの林の中でカヤックするのが大好きです。でも子供たちはそのマングローブの林が中でカヤックできるんだろうか。美味しくて安全な食べ物を食べられるだろうか。そういうことを考えるようになりました。で、この子の幸せのために僕は世界を変えていかなきゃいけないんだなというふうに思ったんですね。で、その子たちもですね、今では5歳と7歳の女の子になっています。今日はちょっとピースボートにこの子たちが乗っているので、実はここに来ていないんですけども、本当だったらみんなと同じぐらいの年で遊ぶかなって、ちょっと残念です。さあ、未来可能性なんですけども、ちょっとここで、これも飛ばしちゃいますね。これは何でしょうか。さっきの写真とちょっと違いますよね。これはうちの娘じゃないんですけども、セブンジェネレーションズという考え方を紹介したいと思います。
セブンというのは7、ジェネレーションは世代、お父さん、お母さん、で自分、それが世代ですね。でこれはですね、アメリカの先住民、色恋と呼ばれる人々が持っている考え方。何かを決めようと思ったら、7世代先の子供たちまで、まあ、だから、ここにいる皆さん、ね、子供たちだったら、皆さんが大人になって、子供が生まれて、で子供の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 子供にとっていいことかどうかを決めてから、今やることを決めよう。例えば、おもちゃで遊ぶか、出かけるか、そういうことかもしれないですけども、もっと大人になったときに、例えばいろんな政治的な決断をしなきゃ、そういうときに、やっぱり7世代先まできちんと考えていこうっていう考え方です。でそんな7世代先までよくわかんないねっていうのが、まあ、僕もそう思ったんです。ところが、この7世代っていうのがミソなんだそうです。あなた、皆さん、ここにいる皆さんが1世代と数えると、親がいますよね。で、親で2世代。おじいちゃん、おばあちゃんで3世代。それから、自分に、今度は子供が生まれたとします。そうすると、子供にが1世代。で、孫が1世代。で、運が良ければ生きているうちにひ孫に会えるかもしれない。それで、3世代。間に1世代あって、過去と未来で3世代ずつで7世代と。だから7世代なんだという話を聞きました。でこれを聞いて僕はとても感動したんですけども、そうか、7世代ぐらいだったら、なんとなく自分が見える範囲で考えられるんだなというふうに思いました。じゃあその7世代をそのまま前にずらすと、今度は7世代先まで考えられるんじゃないかっていうそういう考え方だそうなんですね。それを聞いて僕は、とても素晴らしい考え方だなって思います。で、まあ、僕は親として生きていくんであれば、せっかくだったら7世代先と言わず、まあ、次の世代でもいいんですけども、次の世代が良くなるために自分のエネルギーを使っていきたい、そうやって子どもたちの未来可能性を増やす生き方をしていこうというふうに決意しました。じゃあ僕なりの方法で未来可能性を増やすにはどうしたらいいんだろう、一生懸命考えました。どうやったら世界のいろんな問題が解決するんだろうか。で僕は真面目に育ったことが大嫌いなんですね。やっぱり面白いことしかやりたくない、まあ、子供のまんま育ったようなところがあるんですけども、世界をいいところに変えるグッドアイデアを世界中から集めてニュースにしたら、でそれをたくさんの人が読んだら、世界がいいところに変わるんじゃないか、みんなが幸せに暮らせる社会が早く実現するんじゃないかっていうふうに考えたんですよ。ですから、それはですね、今の社会から比べたらジャンプのようなものだと思うんですね。グッドアイデアで未来可能性を最大化しようということが私の、まあ、考えたことです。そこで始めたのがグリーンズというウェブマガジンなんですね。で、グリーンズのウェブマガジンはですね、世界を変えるグッドアイデアを毎日紹介しているそういうウェブマガジンなんですけども、今では12万人と呼んでいる、そういうウェブマガジンになります。でですね、グリーンズでですね、まあ、5年前に始めたので、ずっと、まあ、グッドアイデアというものを世界中から探してくる仕事をしているんですけれども、ある共通点があることに気づいたんですよ。で、それは3つあるんじゃないか。1つ目が、愛がある。世界を変えるグッドアイデアには、愛がある。世界を良くしたい。そういう愛ですね。それから驚きがある。アインシュタインは今までの問題を引き起こした同じ考え方ではその問題は決して解決しないと言っています。ですから今までにないびっくりするような解決策が必要なんですね。3つ目、一つの問題を解決するんじゃなくて、いくつもの問題を解決する、そういうアイデアがグッドアイデアなんじゃないかと思います。で今日時間もないので本当に2つだけ紹介します。1つ目がですね、フランスで始まった動きなんですけども、今フランスの若者に大人気なのがこのゴールデンホップという発想です。これはですね、好きなおばあちゃんにマフラーを編んでもらえるというサービスです。インターネットのウェブサイトを開くと、自分の大きさ、自分の好きな大きさ、色、飾り全部カスタマイズしてニット帽、マフラーを注文できます。ちょっと違うのはおばあちゃんの紹介ページがあって、どのおばあちゃんに編んでもらうかということを決められる。素敵ですよね。でこれでおばあちゃんたちは仕事を得られたり、やりがい得られたり、ボケ防止にもなるかもしれない。
若者は大量生産のファストファッションに飽き飽きしますよね。だから大事にするかもしれない。さらに希望者はおばあちゃんと文通もできる。素晴らしいアイデアなんですよね。スウェーデンではですね、制限速度を守って運転すると宝くじが当たる。そうなんです。でこれは自動車会社のフォルクスワーゲンのスウェーデン支社が、主催した、環境の意識を変えるコンテストに優勝したアイデアなんですけども、実際に国立道路安全協会にも正式に採用されて、ストックホルムで実際に、導入されています。でこれはですね、スピードカメラがあるんですけども、スピード出しすぎている車の写真も撮るし、スピード出しすぎていない、つまり法定速度を守っている車の写真も撮るんですね。そして守った方には宝くじが届く、守ってない方には罰金の催促状が届くというアイデアなんですよ。これは素晴らしい。で宝くじの原資どこから来るのって言ったら罰金から来るんですよ。これはいつの間にかこうスピードを守るようにこう頑張って、やったって言って頑張る。そうするとですね、そこの横にある小学校の子供たちがいつの間にか安全に学校に行けるようになる。みんなが楽しくて、いつの間にか世界が平和になって安全になって、素晴らしいアイデアです。そういうことでグリーンズではですね、こういうアイデアを毎日毎日2個ずつ紹介してるんですね。で世界のいろんな問題っていうのはまだまだ解決されていない。だけれども楽しく解決する方法というのはいくらでもあると僕は思います。でこういったことをどんどん紹介して、みんながどんどんそれを始めていく、でそれをまたさらに応援する人たちがいる、そういう社会がどんどん起きていくと、世の中は大きく変わるんじゃないか、そのクリエイティビティが世の中を変えていくんじゃないかと思っています。親は誰でも子供の幸せを願うと思うんですけれども、僕は昔幸せっていうのは誰かの心の中にあるんじゃないかと思ってたんですが、実際はみんなとみんなとの間にあるものなんだなということに気づきました。これは子供が生まれて気づいたことです。ですから友人家族が幸せになることが自分の幸せになるし、地域や世界が幸せになることが自分の幸せになる、そういうふうに考えるようになりました。最後にですね、私の好きな言葉を紹介します。世界を変えないことはできないという言葉です。つい自分が何をしたって世界は変わらないっていうふうに思ってしまいがちなんですよね。でもそれは間違ってる。あなたは世界を変えないことはできない。どんなに小さな行動でも必ず世界の未来に影響を与えます。あなたが今日取った行動が時間が経つにつれ7世代先の子どもたちに大きな影響を与えるでしょう。ですからぜひ行動を取っていきたい。そして子どもたちに最後言いたいことは、大人たちはみんなあなたたちを愛しているということ。愛しているがゆえに、いろんなアイデアを使って、いろんな社会問題をどんどん解決していこうとしています。で、それを、僕もそうですけども、それをやっている大人っていうのは楽しいんですよね。だから皆さんも大きくなって、もしそういう社会問題を解決したい、そういう生き方をしていきたいと思ったら、そういうことを始めているお兄さんたちに聞いて、お兄さんお姉さんたちに聞いて、一緒にやるといいんじゃないかと思います。ということで、世界を変えないことはできない。ありがとうございました。